デビホセロメロは、ベネズエラアンソアテギ州出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2000年、ヒューストンアストロズとマイナー契約を結ぶ。2007年、テキサスレンジャーズに移籍。2008年は、マイナーリーグのアドバンスド A 級でプレーした。読売ジャイアンツ時代2009年春、読売ジャイアンツの入団テストを受験し、2月14日に、育成選手として契約を結んだ。 2軍では35試合に登板し2勝3敗にセーブ。38回を投げ自席点18、30脱三振で防御率4.26だった。7月27日に支配下登録されたが、一度も1、軍に上がることなく12月2日に自由契約工事がなされた。2010年1月、読売ジャイアンツと育成選手として再契約。 6月17日に支配下登録され、7月19日のヤクルト戦で1軍初登板を三者凡退で締めくくる。この年、イースタンで抑えとしてリーグ最多の19セーブを挙げた。2011年は開幕を1軍で迎える。開幕直後はビハインド時の登板が多かったが、チームの抑え候補だったジョナサン・アルバラデホの調整不足や、 抑えの山口哲也が不安定さを見せたこともあり、ロメロが抑えに抜擢される。4月20日の阪神戦で、初セーブを挙げ、その後も抑えで登板を続け11セーブを挙げるも、ランナーを出すと投球が不安定になる状況が続いて、中継ぎ降格、その後は主にビハインドの場面で登板、41試合に、登板し1勝3敗11セーブ、防御率3.21の成績を残した。 2012年6月13日に、久米勇気、立岡総一郎との交換トレードで、福本厚志と共にソフトバンクへの移籍が決定した。同年6月29日に一軍昇格を果たしたが、ランナーを出すと投球が不安定になる癖が改善せず、またクイックにも大きな課題を抱えて、わずか3試合、防御率10.13と全く振るわずに軍を落ちし、 シーズン終了後の10月25日に退団が発表され、11月1日付で自由契約となった。2014年4月26日に群馬、ダイヤモンドペガサスへの入団が発表された。196センチメートルの長身から繰り出される、時速150キロメートルを、声の角度のあるストレートトラック差のあるフォークで、脱三振を奪う。また、ツーシーム、 スプリッターも投げることができる。マイナー時代は先発することが多かったが、NPB ではリリーフに転向している。既婚者である。NPB、ありがとうございます。